二人バカマ、今日は日が良いので婿が挨拶に来るはずだと今か今かと待っている舅。そこへ紅白のボーダーの着物を着たいかにもめでたそうな婿が登場。一人で行くのは恥ずかしいからと父親も近くまで一緒に来てもらうことに。正装の長バカマを着せてもらい、いざ挨拶へ。太郎冠者が父親も一緒に来ていることに気がつき、二人とも上がってもらうように案内するのだが、そんなつもりではなかった二人に正装用の袴は一つしかない。とっかえひっかえ一人ずつお邪魔するのだが、二人一緒にと熱望され思いついたアイデアが、袴を裂いてエプロンのように前に当て、舅の視線をなんとかごまかそうとするもの。主演になり余興に舞を頼まれた婿は、果たしてこの難局を乗り切れるのでしょうか。素朴な婿に過保護な親、悪気のない優しい舅と太郎冠者のドタバタ劇をお楽しみください。しぶとにかわいがられる花婿でござる。まず親茶人へ断固をいたすことがござる。何事でおりゃる。ほうほう、まずはきれいな出で立ちでおりゃる。なんとようござるか。一家の男を見直しておりゃ。いや、何かと言うまちにこれでござる。なんじゃこれか。さようでござる。それならばまずその袴を着さしめ。ほう、これは長いものでござる。Oh, yeah.
でなされにと申します。あてせわしない。おっつけそれへずるとおしゃれ。かしこまってござる。Oh,